書出は文芸2003年周期号。同年8月に川出書房新社から単行本が刊行され、金原ひとみの蛇にピアスと共に同年下半期の第130回芥川龍之介賞を受賞した。周囲に溶け込むことができない陸上部の高校1年生、初見とアイドルオタクで同級生の男の子に長跡との交流を描いた青春小説。 蹴りたい背中は一般に愛着と苛立ちが入り混じって蹴りたくなる彼の背中を刺すものと推測されている。2007年9月17日に日本テレビ系で放送されたあらすじで楽しむ世界名作劇場にて初めてドラマ化された。理科の授業で仲間外れにされたハツは同じ班の稲川が読んでいる女性ファッション誌のモデルに目が止まる。ハツは中学生の時、 隣町の無印良品で、オリちゃんに会ったことがあり、そのことを言うと、蜷川は興味を持つ。放課後彼の家に呼ばれ、そこで、蜷川がオリちゃんの大ファンであると知る。後日、ツは蜷川に頼まれ、オリちゃんと会った無印良品へ向かう。そして、蜷川の家で休憩する二人だったが、ツはオリちゃんのアイコラを見つける。初は異様な気分になり、蜷川を後ろから、 思い切り蹴り倒す。その後、稲川が学校を4日間休む。不登校ではないかと言われるも、ハは稲川の家にお見舞いに行く。実は稲川は徹夜で、おじちゃんのライブのチケットを取ったため、風邪をひいたのだった。稲川はチケットを4枚買っており、初は誰か呼んで一緒に行こうと誘われる。友人は絹代しかいないので、仕方なく絹代を誘って3人でライブに行く。 キヌヨがハツに、ニナガワは、いい彼氏なんじゃないか。ハツは、ニナガワのことが、本当に、好きなんだねと言うが、ハツは、自分の気持ちはそうじゃないと思っていた。ライブから帰ると、バスはもう出ていなかった。仕方なく、ハツとキヌヨは、ニナガワの家に泊まる。ハツはよく眠れず、ベランダでニナガワと話をする。ニナガワが、おじちゃんを一番遠くに感じたと言って、 初の方を背にして寝転がると、初は、蜷川の背中を蹴ろうとする。指が当たったところで、蜷川が気づくが、初は知らないふりをする。上記の書き出しについて、芥川賞選考会で、三浦哲郎は、不可解な文章だと評したが、他の国人の選考委員の指示を得て、受賞となった。文学賞の批判本、文学賞滅多切りを出した、と与崎由美、大森望は、 とてもとても、容姿に恵まれた人が書ける小説じゃない、下手の書き方しちゃうと、低レベルのいじめ話か、つまらない、恋愛小説みたいになって閉じちゃいそうな話を、絶妙に開いたまま上手に物語を手放してる、器量には舌を巻きますと絶賛している。ありがとうございます。